カール・アントンは、ホーエンツォレルンジグマリンゲン公国最後の公。後、プロイセン王国宰相。前名は、カール・アントン・ヨアヒム・ツェフィリン、フリードリヒ・マインダート。ホーエンツォレルンジグマリンゲン公カールの長男。カール・アントンは1811年9月7日、カールとその最初の妃であったマリー・アントワネット・ミューラの間に第二子としてクラウヒエンビースで生まれた。1848年革命がホーエンツォレルンジグマリンゲン公国にも波及すると、カール・アントンは父から譲位されて皇位に就いた。しかし、結局革命を抑えることはできず、翌年12月7日に彼は、ホーエンツォレルンヘヒンゲン公コンスタンティンと共に主権を、傍系の遠戚が治めるプロイセン王国へ譲渡した。その後両公国は、プロイセンのホーエンツォレルン県となった。カール・アントンは、デュッセルドルフへ移り、1850年に、プロイセン王族として遇された。カール・アントンは1849年に、プロイセン軍の陸軍少将、1853年に、陸軍中将に任じられた。さらに1858年に彼は、ヴィルヘルム一世によって、プロイセン王国宰相に任命され、自由主義的政策をとった。しかし、第二次イタリア独立戦争に関する方針や軍務についてのアルブレヒト・フォン・ローンとの対立などもあって、成果を上げることができず、1862年に解任された。1869年、コンスタンティンが、着手のないまま死去して、ホーエンツォレルンヘヒンゲン公家が断絶したため、カール・アントンは以後単に、ホーエンツォレルン公と称するようになった。カール・アントンは1885年に、ジグマリンゲンで死去した。ホーエンツォレルン公の称号は、長男のレオポルトが継いだ。カール・アントンは1834年に、カールスルーエで、バーデン大公カールの娘ヨゼフィーネと結婚した。彼女との間には、以下の4男2女を設けた。ありがとうございます。